3位シェリン・バーガンディさん、2位フレン・イール・スタリオさん、優勝はクズハさんでございました。いやお疲れ様でした。悔しかった。いやどうも。いやでもまあ表彰台に上がるっていうところはねできたので、そうですね、よかったな。ただもう思ってます、誰しもあなたの強さ疑う者はいませんし、圧倒的だったと、はい、そういう風にね心に刻まれたと思います。はい、ただもう悔しすぎるんで、もう来年は使えるもの全部使ってもう化け物になって帰ってきたいと思うんでなるほど、ぜひぜひ開催してもらっていいですか。いやあなたが開きなさいよ。自分で開くってことは自分に優位なルールにもできるって、そういうことで全部使ってる本当にやれることやれることは全部やるよ。いやでもね本当にマリカ杯始まってね、もう参加していただいて、はい、ここまで1から10まで変わった、一番変わったのはあなたですからね。今後もね、なんかね、マリカをね、うん、強い武器としてね、あの配信として配信者としてね、しっかり生きてほしいなと思っておりますよ。はい、もうマリカもっと好きになりました。 ありがとうございます。クズハさんを今度は絶対に倒すまた火がついたところで、はい、うん、第3位シェリン・バーガンディさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまクサンさんとコンタクト取れました。コメントいただけるそうですよいしょ。あ、もしもし、今配信中です。あ、こんばんは。配信では初めましてですね、1年ぶりぐらいですか。初めまして。軽く自己紹介してもらっていいですか。あ、草と思ってますしがないマリオカートプレイヤーです。今日大会ってことでなんでちょっと手短になりますけど、はい、今日僕の走り見てました。はい、あ、見てました。あ、決定的に何が足りないですかその走力は、はい、もちろん他のライバーさんと比べて高いと思うんですけど、なるほど、まだ圧倒的でないとは思いました。ですよね、クズハさんに競られてましたからね。そうですね。あ、特に報告とかしてなかったんですけど、あのクサンさんに1年前にあの NITA やるよに言われてから、はい、僕一応全コース新コースのとでやったんですが、あれとかってちょっとチラッと見たりとかは、あ、タイムの表を上げてましたよね。あ、そうですね、やっぱ圧倒的となると草野さんが当初挙げられてた3秒落ち参考タイムからの、はい、は目指さないときつそうですよね。そうですね、例の参考タイムから3秒落ち全コースもしやってたら総力的に圧倒的に優位、そうですね、だとは思います。ここからの課題は、まあ、純粋な総力を上げつつ、アイテム使いもまだまだですよね。はい、アイテム使いもそうですね、ちょっとわけわかんない交換とかしがちだったり、後で見たら自分ちょっと思うところあるんですけど、もしよければなんですが、たまに教えていただくことってできます？ああ、もちろん、こちらこそ楽しそうなんでじゃあ、はい、僕バケモンになりたくて、ここから。あ、なるほど、これからいつですか。はい、まあ、来年あるか正直わかんないんで、なければ別の場所にぶつけますが、はい、いずれにしよう化け物になろうと思いますんで一つご指導ご鞭撻のほど、今ちょっと大会とか忙しいと思いますんで、本当あのお時間のあるときに。全然大丈夫です、暇してるので。はい、頑張ります。超お疲れ様でした、はい、ありがとうございます。化け物になりますもう化け物になるしかない悲しきマリカモンスター誕生するか。クサーンという太鼓の形をした悪魔に心を心臓を捧げて、努力、未来、A beautiful starできるだけね、マリカ来年は段違いになれるようにしていこうかなと思います。